札幌育種場競馬場。明治8年の札幌開拓市の東隣、台2の上の車線を引いた台形部分が仮の馬場。一周は約545メートル見た通りまともな競馬ができる。馬場ではないのですぐに札幌育種場競馬場が建設される。明治11年現在の北海道大学校内に、 当たる場所にあった札幌育種場競馬場図一周約800メートル。札幌育種場競馬場は、札幌市内に1878年から1887年まで存在した一周約800メートルの競馬場。周回コースの競馬場としては、横浜神殿競馬場や横浜競馬場、神戸居留地競馬、昇魂車競馬場などに次ぎ、日本でも最初期の競馬場の一つである。 運営は、北海道開拓史及びその管理。1887年この競馬場を移転したのが、札幌中島遊園地競馬場である。札幌における競馬で記録に残るものの、最初は1872年9月14日、札幌神社の祭礼の際に行われたものである。北海道には、江戸時代からアブタに、乗用場の牧場があったが、 明治新政府が1871年にこれを廃止し、牧場の馬を札幌の庶民に払い下げた。開拓民の多くはこの時初めて馬を所有するようになった。翌1872年、北海道で初めての市宮として札幌神社が誕生すると、当時の開拓長官、黒田清隆は札幌神社の祭礼にあたっては、官民とも仕事を休んで参拝。 呂拝するように全道に命じた。これに応じ、開拓民は払い下げられたばかりの馬に乗って、札幌神社に向かったが、その王冠路にあたること二街道千箱街道ともいう、後の北海道道453号、西の白石線で、自然発生的に行われたのが、札幌での競馬の乱章とされている。この時の競馬は、 こと二階堂の直線部分三百0約五百四十五メートルで行われ、祭礼に来るのに、農工場や二役場に乗ってきた近郊の農民など、数十機が速さを競ったものである。当時の札幌周辺の農民は、東北諸藩の元武士だったものが多く、元武士ゆえに気丈を心得ているものが多く、また農作業や二役に馬は欠かせないものだったため、馬を所有している農民が多かったものと、 考えられている。ただし、この明治5年の競馬は、一般道路で行い、規則も定めず、取り仕切る役員もなく、商品賞金もなく、馬によっては、クラスらもつけてないという競争だった。つまり、近代競馬とは比べようもない草競馬、遊びのようなものだった。1873年7月9日と1874年8月15日の、 札幌神社の祭礼の際にも、同じこと二街道で勇士が競馬を行ったが、明治六から七年の競馬では、時の開拓方眼、松本重郎が参加している。自身が、乗馬好きで、乗馬術に長けた松本は馬に乗って、こと二街道の競馬を指揮し、スタートの合図も行い、自ら起乗して、判も示した。このため、明治六から七年のこと二街道の競馬は、 生前と行われた。明治6から7年のことに街道の競馬は、参加が30頭、少なくとも20頭は参加し、1日にレースは繰り返し行われ、同じ馬が1日に5ないし8回も参加することもあったという。直線の一般道路上で行い、規則も特に定めず、商品賞金もなく、馬によっては、クラスラもない競馬であるが、この農民や、 農工場を主体に行われたことに街道競馬が札幌の競,の競馬の始まりであり、松本重郎は札幌競馬の功労者であるとされている。この明治5から7年に有志で行われていたことに街道の競馬は、北海道の馬の貧弱な体格に悩み馬質、改良を求めていた開拓士の目的と一致し、明治8年からは場所を変え開拓士の管理によって取り行われるようになった。 明治8年の競馬は、札幌中心に近い空地通りで、距離300五約545メートルで行われた。1876年になると、北海道町前の北2条西4丁目から、北3条西4丁目のホップ園を台形に囲んだ、馬場を作り、仮設のスタンドも作って、競馬を行った。これも一周300五約545メートル程度の馬場である。 出場する馬は、カンバ20頭。この時までに、すでに街道競馬を数年行っていたので競馬は、札幌住民にとって身近なものになり、また馬を飼うことが広まりこの当時の札幌住民の、多くは馬を飼っていたという札幌住民の競馬人気に加え、馬質改良の必要をますます感じた、開拓市では、官業家、工業家、トン,ン事務所が協力して、 新馬場を建設することになった。1877年、お雇い外国人である獣医師エドウィン・ダンラーの意見を取り入れ、開拓市育種場に本格的な競馬が可能な競馬場の建設を始めた。官営として始まった札幌育種場競馬場は1878年、完成する。一周は約1、2マイルで競馬規則を定めて、春季競馬を開催する。 この時から毎年6月の札幌神社祭礼と8月2.3日のトンデン平昇祭の際に各2日間の競馬を行うこととなった。常設の競馬場ができたため、1879年間主導で共同競馬会社が創立される。東京の共同競馬会社と紛らわしいので本校では札幌共同競馬会社とする。札幌共同競馬会社では競馬を行うことで、 春馬の生産を促し、春馬を増やすことで、農業、二役、軍事に欠かせない馬質の改良に益し日本の国政を増すことに貢献するという趣旨で設立された。会員には上級管理の多くが加わったという。札幌共同競馬会社は、後の札幌競馬クラブの発端となる組織である。札幌共同競馬会社は、札幌育史場競馬場において毎年、春と秋に、 各二日間競馬を開催した。1879年頃は、北海道の馬の総数は増えていたが、在来の打馬が多く、競馬に参加できるような両馬は少なく、札幌育種場競馬に参加したのは、トンデン馬と開拓士の看馬があるじで民間の馬も、少数加わり30頭前後だったという。レースは1日に7から8回行う。 レースは3頭だけから多いものでは7から8頭立てで、距離は1、2マイルから1マイルで行われ、馬によっては1日に6から7回も出場する馬も、いたという。札幌育種場競馬では、賞金賞品を出し、1着は20円から10円程度、2着は5円、3着は3円程度で、多くは、賞金ではなく、相当額の商品を与えのおぐ、バグが多かったという。 明治天皇が競馬をご覧になったことで、札幌育種場競馬の人気はますます上がり、また、札幌住民で馬を買うものもますます増え、馬質の改良も進んだという。種馬として、外国産馬の輸入もあり、1872年には、全道で9200頭余りだった馬が1882年には3万3000頭、余りに増えたという。1882年には、小松牛が、 札幌育種上競馬を観戦しているしかし、明治天皇の1881年の行行で盛り上がった札幌育種上競馬は、翌1882年にはいきなり危機を迎える。政府は開拓市を廃止し、代わりに札幌県、函館県、根室県の3県を北海道に設置する。開拓市とその管理によって運営されていた。 札幌育士上競馬は運営母体をなくし廃絶の危機に陥る。この危機に際して、トン兵平本部長である陸軍少将長山武史郎は馬筆の改良には競馬は欠かせないと主張し、全道に競馬存続を訴える主一書を発布した。長山武史郎とそれに賛同した者たちによって札幌育士上競馬は継続される。長山武史郎は 札幌の競馬の主公者として、札幌共同競馬会社の会長を10年にわたって、勤め、また競争馬ばかりでなく一般馬や、群馬の改良、増産にも力を注いでいる。長山竹城廃下のトンデン兵は競馬を好む者が多かったが、特に山花トンデン兵村は両馬を量産し、引い出た騎士もたくさん出している。この当時に、 札幌育種場競馬に登場したト田兵本部の軍馬 A は引いて A は後に東京に進出し当時最強の日本馬と歌われた。長山武四郎やト田兵たちの努力で札幌育種場競馬は継続し馬質の改良も進むが1886年札幌県、函館県、根室県の3県を廃止して北海道庁が置かれる。 それに伴い競馬場を移転することになった。1887年中島遊園地に競馬場を設けるとともに札幌育種場競馬場は廃止される。1872年に街道レースで始まった札幌の競馬は1878年札幌育種場競馬場で近代競馬としての形態を整え、1887年に 始まる中島遊園地競馬場にその歴史を引き継ぐ。札幌育史場競馬場についてまとまった資料で古い、ものには時を勝つし編さん、札幌競馬園各市がある。後の帝国競馬協会や日本中央競馬会の資料は札幌競馬園各市を定本にしている。ただし、札幌競馬園各市の記述にも一部動きがあり、帝国競馬協会や日本中央競馬会の資料は、 新たな資料も合わせて検討を加えている。ありがとうございます。